で、情報発信、何を発信するのかっていうふうにご質問いただきました。パソコンでやるには、あとスマホでもだけでもできますかとかですね、まあ、発信の内容ですね、やっぱり何より。誰から学ぶかっていうのも聞かれるんですけど、まず誰から学ぶかに関しては、とにかくあなたが憧れているライフスタイルを送っているメンター。で、例えばお札束とか、ちらつかせたりとか、高級会社とか、そういう、ライフスタイル、派手なライフスタイルをアピールしている人ってのはちょっと疑った方がいいかなと思います。僕もいくら稼いでるとかいう情報はほとんど眉唾であんまり信じてないんですけれども、まあ、実際その人の言ってることが、自分の腑に落ちるか、腹の底に落ちるか、あとは具体的にですね、家族を大事にしてたりとか、周りの人、特にお客さんも大事にしてるかどうかっていうところ、あと言葉じゃなくて、ちゃんと行動で示すというかですね、レスの速さとか、そういったところを見ていくといいかなと思います。で、何を発信するかっていうのは、とにかくあなたの、興味あることで、得意なことを発信することから始めていただけるといいかなというふうに思います。